こんにちは、別役です。アメリカの DIY イベント、メーカーフェアに来ています。会場で見て気になったものをいくつか紹介します。虫の形をしたものが、打ち上げ花火のような音を立てながら燃えていました。金属でできた心臓も、爆発音のような音を立てて燃えています。角から火を吹くカタツムリやでかいアリもいます。トンボ型の乗り物やダンゴムシ型の乗り物がすごいスピードで走っているのを見ました。ダンボールでできたロボットもいます。こちらとしては親近感を抱きましたが、向こうはどう思ったか定かではありません。だいぶホッとする感じのロボットもうろついていました。以上、メーカーフェアから炎とでかい虫とロボットをお届けしました。それでは皆さん、また来年。